様にご鎮で。つかず宮城様のたたり。違うの、崩れただけ。本当だもん。嘘だ。ナタを持ってるくせに、それともノコギリとか。そこ、やる気薄いよ。何やってんの。鏡も言うようになったね。いい傾向だね。何がだ。これより早く手伝え。皆さん急いでください。もう時間がありません。うよーい。そっちはどう。私もテープ貼り間違えちゃったよ。もうちょっとヤバげな感じ。お姉ちゃん助けて。どうしたのゆうちゃん。まさか魔王の軍がここまで。うっさい。仕事は寝ていえ。何があったの。ネットが繋がらないんですけど、全然わかんなくて。ネット、パソコン、どういうこと。クラスの出し物でネットカフェをやるんです。用意したパソコンの半分ほどがネットに接続できなくて。お姉ちゃん助けて。これじゃイベントできないよ。皆さん急いでください。何が何だかあともう1分です。どうする。っていうかどうなる。豊かが血を。早くしないと世界の平和が。仕方がない。封じられた力を解放しよう。力を貸して。あと30秒です。今こそ額の大悟の目を。はあ。皆さんとりあえず持ち場についてください。カウント始まります。3、2、1。ゆうか、何このカオス。早くしないと遅刻するわよ。
日向と日陰のアンラッキーシスター、アンラッキーシスター始まりです。司会の宮川日向と、同じく司会の宮川日陰だよ。今日の話題は何かといえば、チートいくない。巷で大流行のネットゲーム、皆さんはもちろん遊んでますよね。でもその中で極めて重大な違法行為が行われています。それこそがチートです。ツールを使ってゲームデータを書き換えちゃうんですよ。データの羅列に過ぎないのね。だからツールを使って所持金や経験値、さらにはキャラの能力値を増やすことができるの。何それ、そんなことして楽しいの？チートする人だけが楽しいわ。でもそのネットゲームに参加してる他の人はつまらないよね。要はズルなんでしょ。ズルはダメだってこと、小学生の私でもわかるよ。そう、それぐらいに悪いことなの。だからいかない。アンラッキーシスタはチートを許しませんよ。許して楽しい？友達なくすよ。それにチートはルール違反、バレれば何らかの処罰が待ってますよ。一体目に合うよ。さて次の話題もネットゲーです。今話題のラッキースターユニバースを大特集しちゃいます。何やってるの、もう時間よ。We'll be right back.
しら。友達が待ってて。ゆたか、みなみちゃん、どうして？来ないから心配になって。その人は助けてくれたの。気分が悪くなって立ってられなくて。じっとしてて、救急車を呼ぶから。大丈夫だよ。みなみちゃんの顔を見たら気分良くなったもん。本当、無理してない？本当だよ。もう歩けるからね。わかった。あの、ありがとうございました。そんな、あのチャイムは？わかりました。頑張ります。あの、ありがとうございます。いえ、豊を気遣ってくれて。ありがとうございました。本当に助かりました。急がないとホームルームに遅刻する。あるもんや。同じ日に転校生が2人なんて教師人生初めての経験やわ。そや、そこにおるで。あなたも私と同じ転校生のように。私は長森大和。別に運命とかそういうのはないで。ただの偶然や。偶然期待したらあかんで。
く読めるわ。か分かっとると思うが、不純異性交友は禁止やで。前はともかく今は学園祭の準備で学校中がピリピリしとる。せや、自分らも手伝うことになると思うからがっつり決まるんやで。ナイスな返事や。ノリのええやつは大好きやで。長森もよろしゅうな。っていうか強制参加やし。まあとにかく今はそんな感じや。なんか困ったことあったらいつでも言うてな、二人とも。おーい少年、どこまで行くんや。着いたで、ここが教室や。考え事ってなんや。うちに彼氏がおるとかそういうことか。生徒の間柄や。プライベートな質問は却下やで。今のは突っ込むところでは。わかっとるやないか、長森。長森ヤマトです。よろしく。仲良く転校してきた噂の二人や。何やったら頼むで。はいはい、静かにする。二人の関係を聞きたいやつは休み時間に頼むで。わかっとるがな。みんなと仲良うなるためのきっかけや。感謝してくれてもええで。それより事務難の席や。長森はあっちの窓側の席、向こうでよろしく。
このクラスの委員長はそこの宝や。だからちゃんと面倒見たってや。はい、わかりました。お二人ともよろしくお願いしますね。なんや、わからんことがあったらうちより先に宝に聞いてや。大抵のことはそれで解決するで。じゃ、そろそろ授業を始めるで。私は泉コナタ、コナタでいいよ。ヒイラギツカサです。よろしくね。えらく短いわね。もっと何か話したら。双子です。こっちがお姉ちゃんで、私が妹です。ないけど、まあいいわ。私はヒイラギ鏡、司の双子の姉よ。よろしくね。なんだ、鏡が自己紹介するの。隣のクラスでしょ。いいじゃん別に。その手間を省いてるだけよ。嘘つき、はぶられるのが怖い鏡萌え。あ、違うわよ。ほいほい、そうですね。みゆきさん、次どうぞ。改めまして、たからみゆきです。これからよろしくお願いします。フラグ立った？
略フラグだよ。美少女ゲームとかギャルゲーとかやらないの？待てい、ヒロートさんをいきなり自分ワールドへ引きずり込もうとするな。鏡だってやるじゃん。話題は近い方がいいでしょ。おま、私はあれ系のはやってない。やっと落ちたか。可愛がってやろうではないかとか言いつつやってるでしょ。だからやってねえよ。そりゃお前だ。準備が進んでなくてね。いろいろイベントあるもんね。気合い入れすぎちゃったかな。かも。けど楽しい学園祭になると思うよ。バッチリ。けど毎日帰りが遅くてさ、アニメがね見れないんだよね。私は寝不足気味かも。準備が忙しいから眠くて眠くて。つかさが眠たいのは年中でしょ。明日こそ早く起きようね。よろしくお願いします。すんごくたっぷりだね。今人手が足りてないもん。はい、ですので少し、いえかなり忙しくなると思います。こうしたてのところをすみません。やっぱり不安ですよね。言う通りです。頑張りましょう。
守さんにもお願いしたいのですが、まだ戻ってこられませんね。話すのを次の休み時間にしたら？それしかなさそうですね。引き受けてくれるでしょうか？半分強制参加みたいなもんだし、大丈夫じゃないの？わかんないよ。実は彼女は学園の転覆を狙う革命軍で謎のロボットに乗ってたね。現実と妄想をごっちゃにすんな。とっととご飯食べたら？その方がいいですよ。昼休みはそろそろ。先生休みやから実習に。こら泉、何しとんのや、はよせ。どうか助けるね。ほどしか見てないような気が。資料はお渡ししましたよね。記憶の彼方に消えてるかも。部屋のどこかにでしょ。このバカを見習っちゃダメよ。
子たちも一緒だ。アレゲー系はなしね。もしかしたら学園祭のこと？ゆたかちゃんとこは何するの？メイドキスなんです。最近流行ってるんですよね。ごくごく一部でね。そんなことないもん、超メジャーだよ。嘘言いなって。あれはマイナー、マイノリティ。だったら市場調査だ。メイド喫茶って知ってるよね。実は
はパソコンのことなんです。うまくネットにつなげないんですよ。ランは無線、ケーブル、あとプロバイダーは？このままじゃやばい。ゆうちゃんにいいところを見せられないかも。かがみ、何やってんの？いや、そう思ってるかなっと。なことないよ。ありがとう。すっごく助かるよ。しても外せないんす。すんませんす。
ことしてる？ちぇ、普通すぎてつまんないよ。何を期待してんのよ、あんたは。私は調べ物をしたり、少しだけゲームをしますね。ゲームって言っても、みゆきさんがやるのはソリティアとかそういうやつだよ。単純ですけど、ついのめり込んでしまうんですよ。気づいたらよく1万点を超えてますね。私はちょっとだけかな。みゆきと同じ感じでソリティアはやらないけどね。動かないんでしょうか。知らないところに連れてこられたんで、ご機嫌斜めなんじゃない？今そのネタをやるなよ。話が進まないから。でも運ぶときに壊しちゃったのかも。家では動いてたって言ってたし。豊かのせいじゃない。なんとかなるはず。そうそう、私たちがなんとかするって。よろしくお願いします。
ドレスは合ってるの？やっぱり繋がらないね。サーバー落ちてるのかな。だったらここのパソコンに問題があるってことだね。45度ってやつだね。あれって結構治るんだよね。他の部品への負荷がかかるので本当はしない方がいいそうですが、まあ叩くんだから当然でしょ。だからボケなくていいっての。